じゃあ今日はね、久しぶりに、まあ、試合についてちょっとね話そうかなと思います、最近ね、まあ、ジャパンクラシックがあって全日本があって、まあ、大きい試合がね2つ続いて、まあみんなその試合会場のみんな見てたり、ケージジムのねみんな見ててもまあいろいろあって、まあねすごい緊張しすぎて本来の力が出ない人とかってなかなかいてると思うんですよね。どういうふうにしてね緊張をほぐすかというか、まあそういうね話をしていこうと思います。まあ試合なんでできるだけね練習で上がった重量を試合で上げたいとみんな思ってると思うんですよね。で緊張ってね、まあ多かれ少なかれねみんなしています。じゃあなんでマイナスに働くか、これね簡単に一つ、自分だけが緊張してると思うからです。みんなね緊張してると思うとね気も楽になるんで、だいぶねゆったりと試合を迎えれると思います。それともう一個ね、普段の練習でどんだけより試合に近い形とか、もしくは試合より不利な形とかでどんだけきっちり成功できているか、でそれが一本じゃなくて何本もね、試合に向けて何本もやっていく中で何本も成功主義取れてるかどうかっていうのも一つの自信になります。でまずはねこっちの自信をしっかりつけるのがね大切なのかなと思います。みんなどうしてもねピーキングってなった時にまあ徐々に重量を上げていって最初のうちは成功率があるけど、だんだんねこう後半になってきて重くなってくると成功率が取れない。でそこでどうしてもその重量が欲しい、試合で上げたいってなった時にやっぱり練習で失敗したり成功したりしてるとこっていうのはなかなかね取れないと思います。なので試合前っていうのはやっぱりある程度ね自分が何キロ確実に上がるのか、そういうのをきっちり練習していくと試合の時に緊張がマイナスに働くことなく普段通り上げれるんじゃないかなと思います。それとねさっき言ってた緊張で言うと、緊張するとこう上げなってなるんですけど、そこじゃなくてもう一回ね自分がどういう風に普段してるかとか、そういうのをね一回鮮明に思い出して普段通りの、まあ、ルーティーンですよね、バーズローでとかかって、まあ、歩いていって、まあ、ベンチで座った時に普段通りそこからフォームが組めるかどうか、そこでね真っ白になってダダダダって組んじゃうと普段通りのフォームじゃないんでもちろん上がるわけがない。なので、ね、そこでしっかりね落ち着いて自分のルーティンを崩さずにできるようにするっていうのがもう一つになります。なのでねこの2つしっかりやっていってもらいたいなと思います、まあ、もう一回一つは、まあ、練習でしっかり何キロ上がるかっていうところでそこの成功率を、できるだけ 100% に近づけて試合に行く。もう一つは試合当日緊張しても、まあ、周りみんな見て緊張してんな自分だけじゃないなと思いながら行ってバーズローでとかかってベンチ台行った時に普段のールーティーンでベンチプレスができるかどうかっていうところをねもう一回見直して試合に臨んでみてはどうでしょうか。皆さんこういう感じで頑張って試合に、まあこれからね、大きい試合終わったんですけどまたね半年後にジャパンクラシック全日本とあるんでぜひね地方大会いっぱい出て標準取って、まあうちからもケースジムからもねたくさんまた標準取って出ていくと思うんで一人でも多くね結果を出してもらって大きい試合にみんなで行けるようにしたいと思うんで皆さんもぜひ頑張ってください。